カーライルはアメリカ合衆国ペンシルベニア州南中部のカンバーランド郡のボロであり、同郡の郡庁所在地である。カーライルという名前は地元ではイギリス英語で発音され、K.R. レイルと第二音節にアクセントが来る。農業の生産性が高いカンバーランドバレーの中に一致している。2010年国勢調査での人口は18,682人だった。 2014年時点での推定値は18,916人と、わずかに増えている。近隣のタウンシップを含めると、カーライルの小さな都市圏で、の人口は37,695人となる。東にある州都ハリスバーグの巡航外にあたる。カンバーランド軍、ドーフィン軍、ペリー軍で構成されるハリスバーグカーライル、大都市圏の小さな主要都市である。2010年、 雑誌フォーブスがカーライルとハリスバーグを家族を育てるための最良の場所リストで第2位に挙げていた。アメリカ陸軍戦略大学がカーライルバラックスにあり戦略的な指導力を発揮することになる高水準の軍人と文民を育てている。カーライルバラックスはアメリカ陸軍の施設の中でも最高クラスのものであり教育機関としては最上級にあたる。ここには アメリカ合衆国陸軍軍事遺産博物館もある。町内には、リッキンソン大学とペンシルベニア州立大学、リッキンソン法学校がある。小売業のアホールドのアメリカ本社も町内にある。1751年頃、アメリカ人開拓者、ジョン・アームストロングが、カーライル開拓地の地区割を決めた。スコットランド・アイルランド系の移民が入植し、カンバーランドバレーで農業を行った。 住民は、イングランドの北部カンブリアのカーライルの名前をとって、姉妹都市とし、旧監獄は、カーライル城に似せて建てることまでした。1757年、ジョン・スタンウィックス大佐がここにその作戦本部を作り、同年12月27日に順庄に昇進された。アップステートニューヨークのスタンウィックス取りではこの、将軍の名前を付けた。町の設立者、 ジョン・アームストロング・シニアは1758年にカーライルで生まれたジュニアの父となった。ジョン・スタンウィックスは1740年代にカーライル選出の国会議員となり、その姓である。スタンウィックスはカンブリアのカーライルの北にある歴史ある村の名前である。アームストロングという姓はイングランドとスコットランドの国境とカーライル地区の略奪者によくあった名前である。 後のフレンチ・インディアン戦争の時、1758年にカーライルでホーブス遠征隊が組織され、戦争が終わった1763年に発生したポンティアックの反乱のためにはヘンリー・ブーケットの遠征隊が組織された。1773年、カーライル・グラマースクールがフロンティアにおけるラテン学校として開校された。アメリカ独立戦争の時、カーライルは 弾薬保管所として活用された。この保管所が最後はカーライル・バラックスのアメリカ陸軍主管学校に発展した。カーライルは1782年4月13日にボロとして法人化された。アメリカ独立宣言に署名したベンジャミン・ラッシュがカーライル・グラマースクールを発展させ新しい国となったアメリカ合衆国では初めてのカレッジとなる。 ディッキンソン大学として認可された。第15代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ブキャナンは1809年にディッキンソン大学を卒業した。1787年、アメリカ合衆国憲法に賛成するために更新が計画されたことに反応した反連法党派がカワライルで暴動を始めた。1794年のウィスキー税判断の時、 ジョージ・ワシントン将軍の指揮下にペンシルベニアとニュージャージー州の兵士がカーライルで集められた。大統領はハノーバー通りとハイ通りの角にある第一長老派協会で礼拝を行った。独立戦争の伝説となった女性の軍人、モリー・ピッチャーが1832年にカーライルで亡くなり、その以外はオールド墓地に埋葬された。彼女のためにホテルが軒建設され、 モリー・ピッチャー院と呼ばれたが、あまり使われなかったために、その後改装された。リッキンソン法学校は、リッキンソン大学の法学部門として1834年に設立され、アメリカ合衆国では、古い法から5番目、ペンシルベニア州では、最古の法学校となっている。1851年、ボロ一般法が、カーライル・ボロ政府を管理する、ボロ立法委員会を承認している。 カーライルは南北戦争の前に地下鉄道の停車駅として機能していた。南北戦争のゲティスバーグ方面作戦でフィッツヒューリー将軍の指揮するアメリカ連合国の軍隊が1863年7月1日カーライルの戦いの時に街を攻撃し砲撃した。歴史ある軍庁舎の正面にある柱には今でも砲弾の跡が見られる。 アメリカ陸軍中尉リチャード・ヘンリー・プラットが1879年に居留地にいるインディアンを連邦政府が初めて支援する学校としてカーライル・インディアン工業学校を設立した。アメリカ合衆国政府はカーライル・バラックスでインディアンにその伝統的な部族文化を拒否し白人社会に適応することを教える実験的教育機関としてこの学校を維持した。 プラットは1903年に陸軍を退役し、1904年にはこの学校の校長として監督する職からも退いた。陸上競技、野球、アメリカンフットボールなどで幅広く活躍したジムソープが1907年にこの学校に入学し、1908年にはグレンワーナーのコーチ下にあるフットボールチームに入った。ソープはハーフバックを務め、 1911年から1912年のシーズンで協力校であるハーバード大学、ウェストポイントの陸軍士官学校、ペンシルベニア大学のチームを次々と破り、全国的な注目を集めた。1910年頃、詩人のマリアンヌ・ヌムーアがそこで教えていた。カーライル・インディアン学校は1918年に閉鎖された。リッキンソン法学校は1917年に、 ディッキンソン大学から独立した。これは地元から大きな抗議にもめげず、独立した教育機関として再編したものだった。2000年にはペンシルベニア州立大学と合流し、ペンシルベニア州立大学ディッキンソン法学校となった。カーライル歴史地区、カーライルインディアン学校、ヘシアン火薬湖、カーライル武器湖、オールドウェストディッキンソン大学は、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。カーライルはカンバーランド軍の中心よりわずかに北東にあり、座標では北緯40度12分9秒整形77度11分42秒、北緯4 0 2 0 2 5度整形77.19500度、40.20250-77.19500に位置している。 標高は479フィートである。ダイアパラチアバレーに属するカンバーランドバレーの中にあり、サスケ花川の支流である、このドギネットクリークの南にある。その支流であるレトートスプリングランが街の東部を通って北に流れている。カーライルはペンシルベニア州の南中部、週間高速道路76号線と週間高速道路81号線の交差点の 南西にあり、州都ハリスバーグから、西南西に、約20マイルに位置している。道路を使えば、ボルチモア市の北西80マイル、フィラデルフィア市の西北西124マイルである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は5.54平方マイルであり、このうち陸地5.53平方マイル、水域は0.01平方マイルで、 水域率は0.14%であるカーライルの過去の主要企業としては、カーライルラバータイヤ車、マスランドカーペット、フロック、スイッチ製造があった。カーライルラバータイヤ車とマスランドカーペットは創業を停止し、その工場はどちらも2013年に解体された。センチュリーリンクが町内でコールセンターを維持しており、アマゾン .com は倉庫の一つを持っている。 町内にはスーパーマーケットチェーンのジャイアントフードの本社がある。カーライルは湿潤大陸性気候区の中にあり、夏は暑くて湿気ており、冬は寒い。年間の平均気温は下肢51.3度であり、下肢90度を超える日は平均16日、下肢32度以下となるのは平均119日ある。年間降水量は38.8インチである。 降雪量は29.8インチである。通常1月が最も寒い月であり、7月が最も暑い。9月は降水量が多い。過去最高気温は1966年に記録された下市102度、過去最低気温は1994年に記録された下市19度である。週間高速道路76号線と、 同81号線が交差する点にあることで、カーライルの大気汚染は、アメリカ合衆国環境保護庁が、感受性の高い人々には危険と考えるレベルに達することが多い。汚染物資は PM、PM2.5, すなわち、直径2.5ミクロン以下の粒子状物質である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ディッキンソン大学全米教育統計センターによれば、以下の私立学校がカーライルにある。ザ・センティネルがカーライル唯一の日刊誌である。AMFM カーライルは、春から夏、秋を通じて、車の展示会が多いことで知られている。定期的に開催される特殊車のショーに加えて、GM、フォード、クライスラーなどのショーが開催されている。 中央ペンシルベニア青年バレエ団がカーライルを本拠にしており国際的に知られている。カーライルでは長年アメリカンフットボールのワシントンレッドスキンズがトレーニングキャンプを張っていた。1986年コーナーバックのダレル・グリーンがリッキンン大学で40ヤードダッシュに4秒09を出した。この記録は非公式のものだが昇進証明の記録として 最速のものである。カーライルには消防団が2つある。ユニオン消防団が中心街で、カーライル消防救急団が街の北部で活動している。ユニオンは年間1000件近い呼び出しに対応しており、また周辺地域も支援している。ありがとうございます。